意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？粒が大きくて飲みにくい薬だけど、これでしか頭痛は取れない。426の写真だ。関ヶ原 A と名乗り潜伏している。騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。そうだ、あれは夢じゃない。森村はナノマシンで人格を改造している。私も冬坂よりも別人に改造する気だ。森村の言うことを信じるな。頭がズキズキする。これで少しは楽になるはず。大丈夫かい？まだ寝ていた方がいい。心配無用よ。質問に答えて。1985年。分かってる。大丈夫。そう。ちょっと薬を飲み忘れただけ。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから、副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。時間移動はまだ無理よ。それも分かってる。治ったら教えて。そうね、きっとヒントは2064年のあの事件にあるわ。どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。キサラギさん、ちょっといいかしら？あ、コート先輩、何か雇用ですか？それで先輩は甘いものって好きですか？その不審人物が接触してこなかった。あなたかな。すまないが失礼する。薬師寺さん、ちょっといいかしら？ついてこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。頭がズキズキする。少しは楽になるはず。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見てひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕からあの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場でね。森村先生を手伝っていた。周りにはいないわね。
さらぎさん、ちょっといいかしら。あ、コート先輩、何かご用ですか？それで先輩は甘いものって好きですか？好きする。困ったな。ごめん。いや、これで少しは楽になるはず。なんだけど、先輩は甘いものって好きですか？私に逃げろと言った。困ったな。好みの女性のタイプってゴートが気を取られてる。あります。今のうちにそっといて。いや、その休日は何をなさってるんです？なんというか、先輩は薬飲んだのに。先輩、大丈夫ですか？網口シュ、聞きたいことがあったけど、それどころじゃないな。本当に具合悪そうだ。顔も赤い。熱でもあるんじゃないですか？放っておいて。おかしい、ついさっき飲んだばかりなのに。東雲先輩？何なのこの奇妙な感情は。分かった、この子似てるんだわ。目元とか雰囲気とか井田先生そっくり。井田先生、思い出した。井田先生、私がこの時代に飛ばされてきた時、君はいい。は。篠宮涼子、10代女性、戸籍に照合なし、指紋登録もなし。君の調書にはこう書かれてる。虚言多く、妄想癖の疑いあり、精神鑑定が必要。私を精神異常で片付けたいのね。乗ってきた騎兵は、あれはどう説明する気？現在調査中だ。あんなでかいものを誰にも見られず、街中にどうやって運んだのか。ありゃなんだね。怪獣と戦うために作られた兵器よ。2100年に現れる怪獣とやらかね。調書にある。2104年。何？最初に現れたのは2104年よ。それじゃあ、その2104年から君は何をしに来たんだね？私は2064年から来たの。もう何度も話したじゃない。理由なんか知らないわ。目覚めたらここに飛ばされてたのよ。君の話は突飛すぎる。失礼。この件に関する調査は即時中止するように。君は誰だね？井田先生。情報特務機構顧問の井田哲也です。調書は全て破棄、この証人は引き渡していただく。さあ、こっちへ。井田先生、無事だったのね。よかった。迎えが遅くなってすまなかったね。情報特務、本当だったのか。民間委託の諜報機関ができたってのは。だが権限はあるのかね？これが防衛庁長官の指示書です。ご確認を。国防に関する機密です。
警察内部にも秘密にするように。我々は公安の内偵監査も仕事です。もう大丈夫だ、行こう。はい先生。大丈夫？保健の先生来るまで寝てた方がいい。ありがとう。保健室開けっぱなしだし、先生もすぐに戻ってくるよ。私は伊田先生に助けられた。本当に先生が生きている。網口柊、なぜ彼を見てたら急に思い出したの？この苛立つような不安な気持ち、なんだろう、大切な何かを忘れている気がする。